クリストファー・アッシャー・レイはアメリカ合衆国の法律家。八代目アメリカ連邦捜査局長官を務めている。キングスポルディン法律事務所のパートナーでもある。ジョージ・ダブル・ブッシュ政権でアメリカ合衆国司法省の犯罪部門の司法次官補であった。1966年12月17日にニューヨーク州ニューヨークでセシル・レイとギルダ・レイとの間に誕生する。 アンドーバーのフィリップスアカデミーで学ぶ。1989年にイエール大学を優秀な成績で卒業する。1992年にイエール大学ロースクールを卒業し、イエールロージャーナルの編集長となってホーム博士資格を得た。卒業後の数年は連邦巡回区ー訴裁判所のマイケルルティング判事の事務員として過ごした。1997年に ジョージア州の検事補となる。2001年にはアメリカ合衆国司法省次官補兼司法長官代理となる。2003年にはジョージ・ W ・ブッシュ政権で司法省の犯罪部門の司法次官補となり、ジェームズ・コミー、元 FBI 長官の部下であった。在任中は演論事件の捜査を指揮したことがある。2005年にはエドムンド・ランドルフ賞を受賞する。これは、 アメリカ合衆国司法省の公共部門とリーダーシップへの最高の賞である。2017年6月7日にドナルド・トランプ大統領はクリストファー・レイをアメリカ連邦捜査局長官に指名した。大統領は次のアメリカ連邦捜査局長官にレイを指名し、申し分のない資格の持ち主だと述べた。過去に大企業の弁護を数多く務めた経歴から、 利益相反が生じる恐れがあり、ノースウェスタン大学のスティーブン・ルベット教授は、過去の顧客企業への捜査に関しては、長官が捜査から外れる必要が生じる、可能性があるが、その場合には副長官が指揮を取ることになると述べた。2017年8月1日に、アメリカ合衆国上院にて、クリストファー・レイをアメリカ連邦捜査局長官に起用する。 人事案が賛成多数で承認され、翌日の2017年8月2日に8代目アメリカ連邦捜査局長官に就任した。ありがとうございます。